本気で世界を変えようとした時、人は己の無力さに気づく。聖女は民に全てを捧げた。しかし手にしたのは冷たい手枷と口上だった。世界は混沌としている。それは不公平で不合理だ。英雄は迫害され、悪は力を増す。醜いものばかりだ。美しいものなどない。世界の悪意は悪人が断ち切ろう。までの距離、そして彼女に対する世界の逆襲だ。しかし彼女の信者は決して諦めない。人の魂が消えれば復活することはできない。世界は意識が新しい妖精と入ることを許すが、
妖気が消えた意識を集めることは許さない。一人の彼女を救いたいなら過去で新たな可能性を作るしかないんだ。これは別の未来、そして彼女の時空だ。生きるんだ。物語はこういう感じだ。僕は遠い遠い未来に行き、さまざまな出来事を経験し、こうして君に世界の真相を。心配ない。今回全ては君のために変わる。遠い昔に君がある少年を変えたように、あれはある春の朝、人に愛されない彼は壁を乗り越えた君に出会った。情熱的な君は彼に挨拶をして、一瞬その瞬間、その少年は一生分の救いを得たのだ。もう永遠のお別れよ、私の大発明家。